コピオキングです。今日もですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、グローバルトローリングバージョン2ということで、世界規模のトロールコースという意味になると思うんですけど、まあこのコースって世界のコースじゃん。だからそれにちなんでこういうコース名だと思うんですよね。ということで早速やっていきますか。クリア率は 1.19%。 その世界規模のトロールコース、世界に羽ばたいているトロキングとして見極めてやろうじゃん。リアリアリアもうカミカミじゃねえか。もう台無しだよ、いいところが。とりあえずこのバネ持って右上の鍵取っていいのかな。せめて取らしてよじゃああのトゲゾウが出てくるより早く鍵を取って逃げろっていうことだね。ほっっっいや、あの鍵は取れんばい。なんてバネ持って右の鍵ドアまで行くじゃん。そしたら鍵が手に入るみたいな、そんな感じだと思うんですよね。どうかな。はっ、まさにこれはサッカーだやるじゃねえか、魚を持ってくるなんて。さすがグローバルトローリングだね。ここで魚回避して一旦オンをしてドアに入る、これで正解でしょ。まあ、これしかないんですけど。さあ羽を取っていいのかな。あの羽取っていいかな。一旦取ってみる、ジャンプ。そしてどうなる。ナイス、どこまで行ってんのあんな初めて見たんだけど。え、相当飛んだよね。あっつ、いやもう一回見てみたい気持ちもあるんだけどね。ちょっともう一回羽取ってってみるね。そしたらすげえいやほんとすごいねこれ。じゃあ羽はダメだったってことで、この下怪しいんだよな。棒があるじゃん、なんかあるよきっとじゃあ何もしないで右に行っていいのかな。ここでボメ壊れてくれる隠しブロックがあるみたいな感じかな。ボキャーン。じゃあ何を積んだってことで、いらんことジャンプしたからさっきやられたんだよね。さあどこに入っていきますか。なんかおお変わってるね。ほらずっと変わってるんだけど、どっちかの時に行ったら正解みたいな。今赤ブロックがついてるよね、そん時行ってみよっか。うわ、姉さんが待ち受けてる。左の羽罠だよ。ギリギリで取ります。このタイミング、バスで肌が来てる。くっそじゃああの羽絶対に取れないのかな。ちょっとよく見てってみるね。うわ、やっぱ取れないよな、あの羽は。じゃあこのテレサスピンジャンプで抜けていきます。いや、テレサ襲ってきてる。上のピン押したらどうなる。はっ、来ないでじゃあ下から行ったら大丈夫なんでしょう。上オーナーだったもんね。下行ってもこれ変わんのかな。あ、ピンスイッチが押さ、どこまで来んのよじゃあここはブロックが開いたらすぐ土管に入れっていう感じだね。すいません、さっきはテレサに見とれてしまってました、かわいすぎて。さあ左の、うわ左の中間ポイント取れないか。サンボが来てる。どうしよう、上に逃げておこっか。この手だ、なんだろう。やっぱり魚か。でもサンボこっち来ない、大丈夫、絶対来ないでね。上に来ないでよ、来るなっつってんだろじゃあ次は絶対取れるよ。この場所で待っておけば勝手にサンボが上に行くんでしょう。絶対に行くよね上に。今度は下に来るとかないよね。よし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 、ちょっと危なかったけどさあ中間ポイントもブチゲットできました。普通に下降りてっていいのかな。右を失敗して下降りております。ちょっと噛んでしまったけど、さあどうすればいいんでしょうか。邪魔くせえこの花。どうしよう、悪あがきしていい。右に行ってみるね。届け、絶対さっきと違うパターン来る。次は花じゃないみたいな、そんな来そうじゃない。なんでここで一旦待機しておこう。花が出てきた瞬間とかに入ってみる。あ、花だね。っていうことはさっきと一緒のパターンか。ここはボム兵を倒して右のファイヤーを手に入れる、それが正解だと思うんだけどな。さて次はどこに行こう。ね、ファイヤー取ったらいけなかったみたいな。あ、いや、ファイヤー取って正解だったよ。ここで右に進めるんだね。チビになれってことかな。どうしよう、あ、一旦チビにならなきゃ進めんっぽいね。なんか土管の左がさ一マスしかないから、ここ、いや、ちょっとこの黄色いブロック叩いてみる。これ怪しくない？もうないのか、ペラペラしやがってさあ順調にこれ出ますけど、ここは右に行っていいでしょうか。どうする、何をする、何もしないのか、何かしてくれよ。じゃあ上に行きます。土管に入れるこれ。あ、入れた。え、スムーズじゃない今日、めちゃくちゃスムーズだよ。嫌な予感がする。なんて書いてるんだろう。ブレイク、壊せ、
時間を壊せ。え、どういうこと？時間を壊せっていう意味が分かんないね。これはカーブ、 K-I-R-B、 カーブしか読めないんだけど、これ何？これどうすりゃいいの？入れってことかな？入って上？全然意味わかんない。時間を壊せって何？この土管の先、ドッスンがね突進してきたところ、ここが一番怪しいんだよね。ここでどうかするんじゃないのかな。あ、俺が、あ、こっちが正解っていうことかな。いや全然いい、やられて。もう勝つのが見えたもんね。一旦ここで下に降りて上を出発。そんでピッコインがあるけど取れないよね、あのブラパンの中のやつ。隠しブロックとかないと思うしな。一旦このまま進んでってみようか。いやどうしよう、すげえ気になる。はい、ピンクコインを4つ集めろって書いてるじゃん。だからあのピンクコイン絶対いるかなと思ったんだけどね。ここは何もしない。そしてこの下に入る。入れた。はだいや見事騙されたね。絶対この左下怪しいと思ったもん。じゃあここは足場あるから進んでいい。でこのまま、はっ、いや大丈夫、テレサ1匹は大丈夫。どうしよう、迫ってきてる。こっちに来ないで、どっかで止まって。逃げ場はこの下しかない。あ、でも中間ポイントの音が聞こえた。熱々、こっちで合ってるよきっと。さあどんな感じなんだろう、中間から。なるほど、下から進めってことか。それでこの砲台壊せるんだね。さあ行きますか。この四角絶対怪しい、絶対怪しい。叩かない方がいいよ、絶対叩かない方がいいよ。誰が叩くんだ、分かってたんだって。じゃあこの四角の枠はもう無視していきたいと思います。そしてドアに入っていきましょう。さあ左下にファイヤーが落ちてたの見えたね。あれ絶対罠だよきっと。だいたい落ちるは罠だもんね。さあなんだよこんなところに魚って、可愛いな。じゃあ右に進んでいくね。じゃあ右に行ったらすぐ上に行けってことだね。左は行けないか。じゃあ右行くしかないよね。そしてピンスイッチを押して左の土管に入れって感じかな。ほんとそれでいい？なんかブブー言われてるよ。大丈夫かな。一旦こっから隙間から入れ。入れないで、え、どこに行くのが正解だったんだろう。バックフラワーの場所かな。この場所に行ったらなんか変わるみたいな。え、どうやって行くんだろう。てかなんでチョロップこっちまで来てんの。あそこ落とし穴じゃないの。あ、わかった、落とし穴じゃないってことはさ、右のドアに入ればいいんだきっと。なるほどね。じゃあこの右下に降りてこのドアに入っていけっていう感じだったんだね。いや画面外はわかんないな。これはこれも画面外だね。ドアから出た瞬間右にダッシュ。これなんて書いてるのかな。ミトアみたいな書いてるように見えたんだけど、ここは砲台絶対動く。何もしないがいい。右上に逃げときます。一生やじ落ち着いていこう。ここは下に落ちればいい。飛びつかけて一旦右上に行って、そして回転ジャンプ、回転ジャンプ。ナイス、反射神経うますぎ。そしてここも回転ジャンプ。上に行っていいのかな。いや上は行けないか。隠しブロックがあったね。じゃあ下に降ります。スピンジャンプ、ホールインワン。いやまんまと引っかかったねこの下。じゃあ左から行こうか。そして右に行けばブロックが開かないか。じゃあこのまま左って、何、なんか出してくる。鉄球か。はっ、いやちょっ待って、やめてここでメカクッパを出すじゃん。そしたらこの場所に追っておけばいい。そしたらメカクッパが、なんで右に攻撃しないの。右に攻撃しなさい、ちゃんと。早く起き上がって、起き上がって右の石ブロックを壊して。そう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 、右だよ、早く撃ってよよしよし、壊れたね。これで右に進めるっていうわけか。バイバイ、ちゃんと落としてあげる。ちゃんと落としてあげるからね、復活しないでね。よし、でここはなんか撃ってくる。絶対なんか撃ってくると思った。しかもバーがあったよ。熱々、熱熱熱くない。次は絶対にゴールできるよ。あの花を避ければいいっていう感じでしょ。来ました、さあゴール。いやちょっと待って、これ左のドア気になんない。右ゴールできるのかな。なんか隠してる。隠してないよ。いやどうしよう、だいたいこういう時って左のドアすごい気になるみたいな、そんなコメントで溢れるんだよな。だって入ります、これでゴールであって。どこに連れてってんの。いや大丈夫、頼む、このドアがゴ
初キット、やったどうもありがとうございました。いやすいません、このコースロボットの BGM 結構好きなんでたまに乗っちゃうんですよ。ということで、はい、それじゃあ次のコースの一発マリオ、ほっほっ高めエレベーティングということで、まあ、そのコース面の通りですね、上に上がるかもしくは下に下がるかどちらかに進むコースだと思うんですよ。そして注目してほしいところはクリア率、なんと 0.23%、 めちゃくちゃ鬼畜だと思います。なんで今日はこのコースをクリアしてエレベーターの最上階にいるような男になりたいと思います。ということで全然意味わかんないですけど、早速やっていきますか。まあね、10秒以内だと思うんですよね、最速タイムが10秒以内だったもんね。やっぱりまず普通に最初どんな感じか見てっていいかな。このメカ機能を取ってどんどん登り続けていくみたいなコースかな、多分そんな感じだよね。それを10秒以内に登ってけっていう感じか。それが難しいんだろうな、ただ上に上がっていくだけのコースなのに。じゃあ次はマッハで行ってみるね。エーレン出してマッハで行ってみます。こっからジャンプ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 こんな感じでいいのかな。途中多分シャガシャした方がいいよね。うわ上が遠すぎ、最上階が見えないね。次はしゃがみを入れてってみるね。ビットの上のブロックがあるじゃん、それが一マス空いた時にしゃがみ、この繰り返していけると思うんだけど、どうなんだろう。これで天井までいけるのか、どうなんだ、遠いなということは僕は社長になる資格はないんでしょうか。一番下バイトにしようか、今バイト中だね。そしてここで正社員になれて、さらにその上正社員のリーダーだよ、今リーダーだって。ここで課長で、次で部長で、社長が遠いいやちょっとマジでやってていい、これ時間シビアすぎてさ、なかなか上の土管に入ることができないんだよね。この生き方だったらいけないのかな。ここでしゃがみジャンプでしょ、一マス空いた時にしゃがみジャンプ、この生き方以上に速い生き方がないよね。どうやって進むんだろう。ちょっと早く行ける方法探ってってみよっか。やりながら絶対どっかに穴があると思うんだよね。まずここが怪しいよね、ここでジャンプしたらやっぱ届かないよね。ジャンプしながらどんどん壊すみたいな感じだと思うんだよね。このギリギリで、あ、今壊せたね。っていうことはさ、次のリットに乗る時があるじゃん、この時、この時もちょっと隙間があると思うんだよね。ここでダッシュジャンプして上のブロックを壊しながら進めっていう感じじゃないかな。ちょっとそれでやってってみよっか。さあ僕はこれで社長になることができるんでしょうか。上のリフトに乗るついでに上のブロックも壊す、この繰り返しできっといけると思うんだよね。頼むマリン、成長した姿を親に見せなきゃいけない。はいクビいやでも今めっちゃいいところまで来てなかった、社長のちょぐらいまで来てたよ。あと伸ばす棒が足りなかったくらいだよ。次はいけるよねマリン、次こそ社長になれるよね。どうだ、来たんじゃないこれは。よっしゃどうもご視聴ありがとうございました。見てください最速タイム、社長を超えることができました。ここまで来ると神ですねこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。